本日は格闘技イベントフェデルタ、プレゼンツ、ライジンランドマーク5 in 代々木。に出場する朝倉未来30が27日、都内で行われた試合前インタビューに登場。朝倉未来、30歳引退撤回クレベル調子乗ってるのでボコボコ。についての記事についてご紹介します。それでは、記事の内容を説明します。朝倉未来、牛久潤太郎へ格闘技に対する思いは俺の方が上だと思いますね。今までの格闘技人生の中でも一番強度を上げて練習をしてきた。朝倉はかつて30歳での引退を口にしたが今は引退のことは考えていないという。そのことについて聞かれると自分に可能性を感じるまでは続けたいと思っていますし、3連敗とかしてこの世界で自分はトップに上がれる選手じゃないと気づいたらやめられると思いますと、引退する理由があるとすればそれだろうと語る。この久保田悟の事件に対して、ファンの中では多くの意見が集まっています。未来は引退の基準も3連敗とかしたらまで引き下がった子や日本の総合格闘技もしばらく安泰じゃ拝め拝め。みっくん戦う男の顔になってんな絶頂期の時と同じ表情じゃん。こんなギラギラしてるみっくんは久しぶりだ。よかったよみっちゅん。みっくん幻想が始まるー。3連敗してる斉藤ディスってんのか。日産から殺しのオーラがギャンランに出てるね。別にいつどんなタイミングで引退しても良いだろ。やってや心変わりすることもあるだろうし、政治家のマニフェストでもないんだから言ってること変わりすぎとか嘘つきとか目くじら立てることかね。前から30歳で引退するって匂わせまくってたから、疑われても当然だよねって話よ。もともと30歳が30過ぎても辞めないし、口だけだとは前から思ってたけどね。負けたら負けたでやっぱ引退しますとか言いそう。格闘家の引退とはそんなもんでしかない。みっくんの目に狂気が戻ってる画像なのに足が震えて立てなくなってしまった。格闘家は基本メンヘラになりやすいというより負けても落ち込まない堀口が逆に病気。引退しないとか3連敗がどうのとか考察するだけ無駄やぞ引退は間違いなくする引退しないって言ってるのは引退するって言い出したらバラからの扱いが悪くなったから扱いを良くするために嘘をついてるだけ。平本への嫉妬心は伝わってくるね。嫉妬っていうかそんなしょうもない話じゃなくてより実利に関わる話だよ。結局運営総出で平本とやらされそうになってるのも引退するって言い出したせいでもあるし。いや、実利なんかむしろ考えてないでしょ。立ち位置奪われるのが嫌なんじゃないか。など、この朝倉未来に対してたくさんの声が上がりました。注目の集まる雷神の試合の今後の行方はどうなるのでしょうか。